明治。現代人はタンパク質を取らなくなってきています。僕は大丈夫。本当にそう？え？1日プラス 10g からタンパクとで。君が言うならチョコチョコタンパク、もっとアクティブ。明治タンパクといろいろ新登場。お願いします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 。ご出演井岡さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。では改めてご出演井岡さんです。よろしくお願いします。お願いします。で、坂上さんです。よろしくお願いします。よーい、はい。あ、出てる。現代人はタンパク質を取れなくなってきています。僕は大丈夫なんてね。本当にそう？え、1日 10g からタンパクと間違えた。権限言うな。はい、行きましょう。はい、出てる。現代人はタンパク質を取れなくなってきています。僕は大丈夫。本当にそう？え、分かった、はい、分かった。あ、出てる。現代人はタンパク質を取れなくなってきています。つまり僕は大丈夫なんてね。本当にそう？え、1日プラス 10g からタンパクとで。そうします。今やったよ、ちゃんと。じゃあ俺がね、間違ったね。始めますですよね。はい、カットします。カット。俺がすいません。今私完璧だったのよな。はい、ではよろしくお願いします。はい、本番。カメラ回してください。はい、行きます。よーい、はい。お、出てる。現代人はタンパク質を取らなくなってきています。つまり僕は大丈夫。本当にそう？え？はい、いいですね。外、外。はい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 。はその最高にいいんですけども。すみません、私は横で。横。はい。ありがとうございました。はい、よーい。はい。1日プラス 10g からタンパクトで。そうする。はい、よーい、はい。ちゃんと続けるんだよ。はい、よーい、はい。ちゃんと続けるんだよ。ちょっとコンパクトなんですね。はい、はい、行きます。たまらない。次もう一回行きます。ちょっとコンパクトなやつ取ります。コンパクト、はい、はい、はい、よーい、はい。こっち僕の妻は可愛いのがあります。尻尾にしよう。かーた、楽しい嫁とコンパクト。え、なに楽しい文章ダメだから。なんで？そんなこと言ってなかったじゃない。じゃあ、ただったら、ただ終わっちゃうよ。田んぼとか。田んぼ
こからタンパクト。文章ダメ。え？じゃタンパクト？はいカット。はいカット。はいはい。じゃあ、はい、今度もタンパクト。発表しないとね。じゃあ、すいません。ね、この度ですね、大安期日、結婚しました。はい。出会いどこなんですか、みなみさん。なんて？出会いはどこだったんですか、みなみさん。出会いは、初めてお仕事一緒にしたのは、うん、もう8年くらい、ね、そうですね、その時からも出会ってるし、その時は全然意識してなくて、いつぐらいからキシ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 、でもやっぱりね、うん、ね、コマーシャルでご一緒してからなんか急に距離がぐっと縮まって、そうですね、夫婦役だったんですよ ね、 そうね、どんなところに惚れたんですかキシキシ、恥ずかしい、家族に言ったよ、家族に何てるんですか、家族音取ってみて。ここまでです、ありがとうございました。よーはい、 My name is ダイタンボディ。 Do you have enough protein? どういうつもりで浜田でプロテニス。 Why? Me too。 あ、ありがとう。かわいい。こういう、どういうつもりだ。ハバラで、ハバラで。はい、オッケー。じゃあ、次回もいきます。My name is ダイタンボディ。Do you have enough protein? どういうつもりで、ハバラでプロテニス？ Why? Me too. ね、知ってた？子供にも運動とタンパク質は大事なんだよ。じゃあ子供ができたら教えなきゃね。はい、はい、じゃあ後藤の確認お願いします。確認します。はい、行きます。まあ、お願いしてください。よーい、はい。あ、これあなた？あ、僕こっち。あ、そっち。知ってた？子供にも運動とタンパク質って大事なんだよ。じゃ、子供できたら教えなきゃ。あ、え、教える。はい、はい、ごめんなさい。ご確認お願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、どうもありがとうございました。楽しかったです、本当に。あ、ごめんなさい、あります。どうもありがとうございました。いい天気で良かったですよね。いや、本当にですね、めちゃくちゃいいところで、最高のビューでね、うん、最高の天気で気持ちいいです。はい。あとはもうそうですね、うん、あの妻に掘り抜いてる妻とね、夫婦の様子ですね。うん、大金星だったんですよね。だからどうやって、結婚まで来たのかね、そのエピソード知りたいぐらい、ね、なんかそういう話を考えながら、想像力を膨らませながら、ね、いただきたいですね。そうですね、うん、そうですね、初めて、うん、あ、でもとってもこう安心感安定感のある良さと、いや、とんでもない、本当に夫婦の役ありがたいです。こちらもね、いろんなあの手の位置とかチェックしてくれた子もな、指開いてるよとかですね、サインくれてるんでね、ほんと助かります。ほら開いてる、またとかね、開いてる、閉じなきゃいけないとか、開いてる、ステージママみたいに、そうですね、盆栽子役で、天才じゃない。でもなんかどのくらい取れてるのかもわからないから、プラス 10g 必要なんだって思って、 10g がどれくらいなのかっていうのも考えられないけど、でもちょこちょここうやって摂取できるんだったら、うん、10g って簡単に取れるのかなって思いました。そうですね、さっきもタンパク質って他にも何にいいんだろうって調べてましたからね、空き時間に。そう、やっぱ髪とか肌ツヤにも関わってくるので大事だと思います。私朝フルーツを
ただくことが多いので、うん、そうするとやっぱタンパク質を不足するから、飲むタイプだったりとか、うん、ヨーグルトとかで取れたらいいなって思います。自分は基本的にロケ芸人なんでね、移動中ですね、うん、朝とか、うん、本当にいいかなと思いますよね。嬉しいですよね、手紙に取れて、楽屋に置いといてほしいですよね。あ、嬉しいですね。ちょっと手が伸びる時とか、あ、タンパク質取れてるってお得じゃないですか。そうだ、でよく僕ら、うん、多分みなみちゃんも同業者の方のね、舞台とかの差し入れに困る時は、うん、いいかもしれないですね。いいかもしれないです、うん、たくさん種類もありますしね。ね、うん、あ、いいですね、1ヶ月公演やってる舞台の皆さんに確かにタンパク質不足しますからね、忙しいと。なんかこう足りないものを日常の生活の中で気にすることなく、うん、つい手が伸びちゃうもので取れるっていうのは嬉しいですよね、うん、そうですね、うん、あえて取ろうとしなくても手が伸びてるから嬉しいなと思います。そうですね、私チョコレートです。チョコが好き、ね、チョコ大好きだね。もともとチョコ好きだから、チョコっていつも食べてるけど、でもその中にタンパク質がたくさん入ってたら、うん、もうこれは嬉しいです。嬉しいですね。一番ちょっとおっさんなんですけど、アイスですね。あ、いいですね。嬉しいですよね、うん、アイス食べてもいいんだよっていうね、うん、それタンパク質を補えるなんて、うん、こんな嬉しくないじゃないですか、うん、ただデザートでタンパク質を補えるってことでしょ。あまり今までない発想ですね。ないですね。ありがとうございます。本当に嬉しいです。でもやっぱ健康あってこそだと思うので、健康的な体で、でかつツヤがあって、で触れたくなるような体を目指してます。適度な運動とバランスのいい食生活を心がけてます。本当に食べるものをちゃんと選んでると思うんですけど、よく食べてますよ。そう、いっぱい食べます、なんか食べないと髪とかお肌とかツヤがなくなってしまうので、うん、やっぱりこう口に入れるものはとっても大事だと思ってます。地下鉄乗った時はね、階段で上がっていこうかなって気を、うん、例えばするんですけどもね、上がりきったところで疲れてタクシーっていうのをやっちゃうんですけど本当にね、ちょっとあることはね意識してるんですけどね、うん、はい、あとできるだけ滑ったことを忘れるっていう、はい、引きずらないでしょ。確かにマインドも健康に、マインド健康ですね、うん、どうしても精神的なね健康となると、こう宇土水君とね日も暮れのうちからちょっと飲みちゃったりするんですけどもでもやっぱこの体の健康はね、そうちょっともうちょっと考えたいと思います。でも帰りにアイス食べればいいんじゃないですか、タンパクトの。素晴らしい、いただきましょう。ねえ、ねえ、皆さんこんにちは。明治タンパクト CM キャラクターになりました、田中みな実です。これから毎日タンパク質プラス 10g から取っていきたいと思います。全国の女性にこの習慣が広まりますように。乳タンパク質を賢く美味しく摂取できる新ブランド明治タンパクトのために頑張って活動してまいります。どうぞよろしくお願いします。田中みな実でした。皆さんこんにちは。明治タンパクト CM キャラクターになりましたずんの飯尾和樹です。僕みたいにゴロゴロしがちな男性は多いんじゃないですかね。そんなあなた、いつも食べるものをせっかくなら明治タンパクトに。僕と一緒に毎日タンパク質プラス 10g から始めよう。ちょこちょこタンパクもっとアクティブ、明治タンパクとずんの飯尾和樹でした。